皆さんこんにちは、ひいおです。チャンネル登録またの方よろしくお願いします。ということで本日はエントリーグレードのガンダムを全塗装ということで早速やっていきたいと思います。それではご覧ください。どうぞ。それではですね、今回はこちらのエントリーグレードのガンダムをエアブラシで全塗装する工程をお見せできればなと思います。前回はこちらの通りガンダムウェザリングでリアルタッチマーカーを使って仕上げています。でリアルタッチマーカーを使って仕上げた時に気になった点としましては、つま先の引きが非常に目立っていたので、まずは全体的にヤスリがけをして表面処理を行いました。表面処理はだいたい400番ぐらいで行ってまして、この後サーフェイサーを拭く工程に入るんですけれども、サーフェイサー拭く工程でもし傷が目立つようであれば800番のヤスリがけをさらに行いたいと思っています。であとはこちらのスネのパーツですね。スネのパーツに関しては合わせ目が目立っていたので合わせ目消しを行いました。で合わせ目消しの結果もどうなっているかっていうのを確認するためにはサーフェイサーを拭いて表面の状態を確認する必要があるので、まずこの状態からサーフェイサーを拭いていこうと思います。はい、ということで早速エアブラシ塗装やっていこうと思います。今回サーフェイサーを拭くのに使用するのはエアテックスから出ているビューティーフォープラスの 0.5 ミリを使います。でサーフェイサーはあらかじめサーフェイサー1に対して溶剤2で希釈したサーフェイサーエボを使います。まあ、こちらまずよく振ります。そこの方にねサーフェイサーの成分が残ってるんで、これがちゃんと溶けるまで混ぜます。ちなみにコンプレッサーは同じくエアテックスから出てるエア K を使用してます。ちょっと汚くなってしまってるんですけれども、このエア K は、一応3段階で圧力設定できるんですけど、今回はまあエッジの部分も多くあるんで、まあ2つ目、あんまり圧を高くしすぎない設定でやろうと思います。傷がないかチェックするためのサーフェイサーなんで、まあ多少失敗しても大丈夫です。あとで実際の下地を作る時のサーフェイサーとはまた違うので、まあ別に捨てサーフしなくても全然いいことはいいんですけど、まあ、傷が気になる場合はやっぱりやっておく方がいいのかなと思います。はい、こんな感じで塗ってみました。いかがでしょうか。まあ、これで僕の場合は1日乾燥させます。ということで塗装が一通り終わりまして、こんな感じで今パーツ入ってます。でここから傷をチェックしていくわけなんですけど、まあ、ここで傷がなければもう全然それでスルーして構わないと思います。例えば傷をどうやって判断するかっていうところもあると思うんですけど、カメラではなかなか映せないんで、まあ、自分で傷があるなと思ったらそれはまあ800番のヤスリで綺麗にならしていくっていう感じでやっていけばいいかなと思います。一応スポンジヤスリと、じゃあもうこっちもスポンジヤスリですけど、今回はこの紙ヤスの800番、厚み 10mm なんでもうほぼスティックヤスリと同じ使い方ができます。非常に便利なんで持っとくといいかもしれないです。と言ってもこれは大丈夫そう。最終的に艶消しのスプレーをかけるんで、パッと見て傷がないようなものは基本的にスルーしても構わないかなと思います。まああとはパーティングラインの処理残しとかがあったら、そういうのは積極的になくしていきましょう。ここで400番とか使ってもいいんですけど、結局ヤスリがけを何回も繰り返さないといけないので、まあ800番でできる範囲でやる方がいいかなと思います。まあ、800番じゃなくても例えば600番でも構わないですけどね。僕の場合は800番でやってます。まあ、要は400番よりも
細かい目で表面処理をしてやるっていうことが大切ですね。で、一度使った番手はもうそのままできるだけ続けて使う方がいいですね。800番を使って次600番買うっていうのはできるだけ控えた方がいいかもしれないです。まあ、そうするとね、せっかくサフィサフィダウンも意味がなくなってしまうので、できるだけ同じ番手で処理してやる方がいいかなと思います。傷チェックやってみたんですけど、実はここのセンターにどっかにアップ写真載せておくんですけど、合わせ目が消えてない箇所があります。傷埋まってない部分とか合わせ目が消えてない部分に関してはこの2つを使ってやっていきたいと思います。シアノの接着剤にこのベビーパウダーを混ぜて使うということで、混ぜる割合は1対1でやります。ということで、もう一度サーフェイサー拭いていこうと思うんですが、次拭くサーフェイサーはちょっと色を変えていきたいかなと思います。関節部とか手のパーツの部分ですね、バックパックも含めてなんですけど、それはこちら調色してあるものになるんですけれども、メカサフのヘビーとスーパーヘビーを1対1で混ぜた中間色を入れたいなと思います。他の色に関してもそのまま次グレーを拭けばいいんですけど、まあ、グレーよりかは今回はこちらのサーフェイサーエボのシルバー、こちらを使いたいなと思います。まあ、使う理由としては、まあ、僕もこれちょっと使うの初めてなんですけども、グレーを使った場合色をただただ吹き重ねるだけなので、ヤスリがけしたところとそうでないところのムラが激しく分かってしまうっていうのがあって、でシルバーだともしかしたら隠蔽力が高くてそのあたり分かりにくくなるんじゃないかなということで、サーフェイサー用のシルバー使ってみることにしました。まあ、シルバーの実績としてはクレオスの8番のシルバーが非常に隠蔽力が高いんで、まあ、こういったところを期待したいなと思います。一応こんな感じでサーフェイサー拭いてみました。ということで、ここから色抜けていきたいと思います。で、今回使うのは白はガンダムカラー4ビルダーズのホワイトアニメカラーバージョンと、レッドは MS レッド、青は MS ライトブルー、黄色は MS イエローということで、まあクレオスで固めてみました。はい、ということで最後に墨入れして完成させましょう。今回使うのはジャーマングレイです。今回は顔だけに墨入れしていこうと思います。ということで、いかがだったでしょうか。
まあ、エントリーグレードのガンダム一通り綺麗にやろうと思うと、まあ、基本工作の全てが詰まってるなというふうに改めて思いました。アースメグジだったりゲート処理だったり、あとはパーティングラインを消したりとか、いろいろやることたくさんあるなというふうに思っていただけたらなと思います。まあ、ただこれを全てやらないといけないかっていう話になると、別に全てをやる必要はないんで、まあ、全部一遍にやるっていうよりかは、一つずつ確実に自分のできてないところをクリアしていくっていう方がいいんじゃないかなと思います。まあ、なのでこれが全部できるからいいというわけでもないし、これができないからといって、まあ、落ち込む必要もないという感じですね。僕もまだまだこれからなんで、ゆっくりとステップアップしていきたいなというふうに思います。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。